きます。熊野平駐車場から経緯に行きましょう。誰もいなかった。うん、ないと思うよ、ホマニアックな友達。ここまでは行かねえんだ。うん、来たの本当にあの車好きのあの集団の人たちだけだった。マイタ、うん、なんか写真撮ってた人たち。まあ、メガネ橋なんで、そこは集まると思う。よし、じゃあ妙義行ってきますよ、このまま。イニシャル D の薄いのなんかトンネルみたいなとこあるんだけど、あ、どこなんだろう、毎回謎に。そこだけがなんですよ。危ない危ない危ない、スピード出ちゃうから。ここか、こんなとこでスリップしてガンはさすがに、まあ凍結じゃないから大丈夫だとは思うけどね。過信はやめた。じゃいなかったな、見たかったな。ちょっぴりだった。あの人たちのところにいるんだろう。わからん。気をつけよう。だからちょっとあんまり良くないんだけど、真ん中してよ。カーブあたりにいたから、結構ビビちょっとビビっとる。直進だったらまだいいんだけどさ、まあ、反対側だったからまだいいんだけど、曲がってすぐのカーブのとこにいたからさ。嘘でしょって思った。あ、そこみたいな感じで、まあ、多分、うん、距離的にも歩いてると思うんで。歩いてるでしょうね。ゆっくり行こう。そういうの、うん、ただあのメガネ橋の前で一時停止は勘弁だと思って。あ、全てライト消してるんですか。雪があって危ないからあそこで止めたんだろうけど、それ諦めろ、歩け。あ、そんな K さんもメガネ橋かましたほうがいいんじゃない。まあ大丈夫、まあ先。いや、その前に歩行者の人たちの方構えてる。あ、そっち、どちらかというと、うん、まあ大丈夫だと思うけど、どこで見かけたかも忘れちゃった。覚えてないけど、この辺だったよ。この辺にいたような、ちょっと下だったような。うん、まあ後ろからとりあえず来ることはないから、何もいなかったかな。はい、来たら、ま、ちびるでも、えありえないじゃん。ついて今度右側にいた、いられても困るから。うん、そろそろメガネ橋だから。あ、いや、それはいいや。いや、あそこの駐車場越えてから構えるけど、うん、あの人たちそんなにいなかったっけ。あ、どう言ってた。できれば俺のこれでも動画に収めてほしいんだよ。ダブルピッパシパシ。ダブルちょっと難しいけど。あ、難しいか。うん、だって2つ持つのきつい。超ロースピードまず言えないんだよな、僕の人たち。あ、結構早いもんなんだね。そんな早く降りてた。いなくね。いないね。この辺にそうなんだよね。そう、うん、そんなに早く降りたんだよね。あ、すごいね。本当に。うん、らしいよ。まあ止めやしょ。まあじゃあ可能性はどうしたら、あそこライト使わぬ車か多分。うん、早いね、はい、すぐになるよこれ。もう見えてる。
してくれね。私が動画で撮るからそれあげるよ。やった。そうしてくれね。じゃあ行きます。警戒車室だから全く乗っていねえんだけど、どんだけ入んねえ、あの人たちあるの、うん、山の中に入ってった以外は大丈夫でしょ、あそこは栃木異常なまで雪すごいから。まあね、だってあそこにスキー場あるぐらいだもん、うん、え、そこ行くんだっけ。行くよ。危ないんじゃないか、この時間に凍結してるし。はい、でしょ。それだったらモミジのところ往復でもいいけど、あのイニシャル D のちっちゃいコースのところだけ。雪の状況をちゃんと見ないとあるんだ。うん、事故ってからじゃ遅いよ。いやいや、往復にしよう。いやもう分かんない、行ってみないと分かんないけど。いやいいよ、可能性は高いかなって。うん、だから往復で帰る。モビーのあそこのちっちゃいところ。え、なんだっけ、いろは坂は行きたいんだっけ。いろは坂行くよ。いろは坂は多分観光場所だから除雪はされてると思うんですし、沿岸も分かれてると思うんだよね。いや、もみじだから往復で帰るって。うん、やばいんじゃないかなーって。うん、そうする。あそこ、あのね、八方ヶ原通行できないと面白くないね。あそこは先ね、イニシャルで、まあね、うん、そうしよう。今は行けないし、うん、ちょっとここが雪、この状況だから多分相当やばい気がする。全然まあ先の話だけど、これからあそこ行くから、妙義行った後に。春菜行くか。春菜に気をつけた方がいいんだよ。まあ、まあ大事だと思うけど、あまり。この間だから雪が、大雪降ってるから、まあ、あんまり大丈夫じゃないと思う。また空回りして動かないっていうのが一番嫌なんで。そんな場所にはちょっとモミジが怪しかったけど、まあでもすぐ下れば大丈夫だし。ちょっと調べた方がいいと思う、行く前に。でも大体分かるからいいと思う。え？大丈夫だと思う。よし。というわけで、これをまっすぐ行くか。
調べたらあれ出てきそうだけど、うん、それかも実は閉店しましたよね。的には多分店の前の信号で終わりなんだよね。そこまで来た。ただそこの荻の屋からメガネ橋の間のトンネルっぽいのはどこなのかよくわからない。オリジナルなのかな。トンネル、あのトンネルじゃないの、さっきの通れない。いやなんかね、トンネルってかなんか海沿いにある変なあの片方だけ乗っかかっ山にひっついてるトンネルあるじゃん。ああいうのがあるんで、あれ毎回どこなんだろうなって思ってて。まあいいや。これ荻野屋だっけ？うん。あ、これか。ごめん。ここだ。失礼。まもなく横川を左方向で、その先左方向で。というわけで、失礼。群馬行きはおしまいです。Thank you.